クーリエ変換赤外分光法とは、測定対象の物質に赤外線を照射し、赤外線吸収スペクトルを利用して化合物を訂正・定量する赤外分光法の一種であり、レーザー光による波数モニター、移動鏡を有する干渉計・コンピュータによる電算処理部を有する1970年代に発展を遂げた分析方法である。 対象物の分子構造や状態を知るために使用される。フター分光計は広いスペクトル領域にわたって高いスペクトル、分解能データを同時に集める。これによって一度に狭い波長範囲にわたって強度を測定する分散型分光計に対する大きな優位性がもたらされる。フーリーエ変換赤外分光法という用語は生データを実際のスペクトルへと変換するために 風理へ変換が必要であることから来ている。減衰前反射測定用付属品を備えた、フター分光計。赤外線の吸収スペクトルは、分子の振動に関係していて、分子の運動エネルギーに相当するエネルギーが吸収され、特に赤外線の領域で吸収ピークが現れる。ものの、すべて分子が赤外線を吸収するわけではなく、 分子が双極子モーメントを持つことが条件となる。これを赤外に対して活性があるといい、照射した赤外線よりも物質を透過した赤外線は減衰していてこの差分が対象分子の振動、回転の冷気に費やされたエネルギーになる。分子の振動の挙動は原子の大きさや種類で異なるため、赤外吸収スペクトルも化合物ごとに固有なものに、 なるので FTIR 文光法で赤外吸収を調べることで以下の用途に使用される。ありがとうございます。